ベルフ一世は、バイエルン公。ベルフイコールエステケノソ。ベルフ家では、ベルフ四世と呼ばれる。父は、エステケノソで、エステヘン教博、アルベルトアッツォ二世。デステ、母は、ベルフ二世の娘クニザ。イボテイは、エステヘン教博ホルコ一世。1055年、母方のおじのベルフ三世が亡くなり子、ベルフ家が断絶すると、その後継者として、 祖母の意味差に招平されて、ベルフ家の新たな当主となった。1062年に、バイエルン公オットフォンノルトハイムの娘エテリンデと結婚したが、1070年に、義父が神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世に、無法の罪で追放されるとエテリンデと離婚。ハインリヒ4世から、バイエルン公に任命された。しかし、ハインリヒ4世とローマ教皇グレゴリウス7世が、 女人権闘争で争うとグレゴリウス七世につき、1077年3月にシュバーベンコールドルフを対立王に擁立した。結果、ハインリヒ四世にバイエルン公の地位を追われ、バイエルンはハインリヒ四世が直接統治することになった。1089年に長男のベルフをトスカーナ女白マティルデデカノッサと結婚させて強硬派との連携を保った。しかし、 ベルフ2世は1095年にマティルで取り婚。翌1096年にベルフ1世はハインリヒ4世と和解し、バイエルン行為を取り戻した。1097年に父が高齢で没した後に、イボテイのフォルコ1世と遺産をめぐって争った。1101年の十字軍に参戦、キトでキプロス島で没した。遺体はバインガルテン修道院に埋葬された。1062年、 バイエルン公、夫・オットフォンノルトハイムの娘エテリンデと結婚したが、1070年に離婚した。子供はいない。1071年、フランドルハクボードアン4世の娘ユーディトと再婚、3人の子を設けた。ベルフ2世、ハインリヒ九世国軍で、ありがとうございます。